皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法最上級の The EST の練習問題を今日は解いていきます。この The EST in または of 何々というのは何々の中で一番なんとかという表現でした。この in と of、ね、特定の場所や集団の中でという時には in を使って、数字の時、ね、5人の中でとか3人の中でとかいう時には of または all の時も of を使いましたね。では問題を見ていきましょう。四角1、日本文に合うように英文を完成しましょう。カット1、彼は世界で一番忙しい男性です。彼はですか、 He is で始まりますね。で、忙しいというのは busy、ね、busy という単語でした。これは Y で終わっていますよね。 Y で終わるもの、子音字 Y のものは Y を I にして EST をつけて最上級を作りました。ですから英文は He is、 まず the ですね、 He is the busy の Y を I にして busyest man で the world という世界でという場所が来ていますから in the world、ね、He is the busiest man in the world、 He is the busiest man in the world、ね、こういう英文になります。カッコ2番です。ケンは4人の中で一番早く泳ぐことができます。まず最初に来るのは、ケンは泳ぐことができますという部分ですね。できるというのはキャンですから、ケン、ケン、スイム、で、早くというのはファーストですね。そのまま EST をつけて最上級を作ります。ですからケン、キャン、スイム、the first test、 そして the fourth、 数字が来ているので of the fourth、 Ken can swim the fastest of the four、 Ken can swim the fastest of the fourth、 こういう英文になりますね。括弧3番、富士山は日本一高い山です。何々の中で一番という言葉が入っていないんですけれど、日本一高い山というのは日本の中で一番高い山という意味ですよね。ですから高いというはいを使って最上級を作ります。 Mount Fuji is the highest mountain、 Japan が来てますから特定の場所ですから in Japan、Mount Fuji is the highest mountain in Japan、 Mount Fuji is the highest mountain in Japan、ね、こういう英文になります。括弧4番、トムは家族の中で一番背が高い。背が高いはトールでしたね。そのまま EST をつけて最上級を作ります。ですから Tom is the tallestで、家族の中で、集団の中ですから in his family、 Tom is the tallest in his family、ね、このようになりますね。四角に括弧内の棒を並び替えて日本文に合う英文にしましょうと、こういう問題です。括弧1、あなたのカバンは全部の中で一番大きいと、こういう日本文に合うようにこの単語を並び替えます。主語はあなたのカバンはと来てますから、あなたのカバン、これが一番最初に来ますね。あなたのカバンは Your bag ですから、 Your bag、 Your bag is、 こうなんですね。一番大きいですから The biggest、 The
biggest。 このビッグ、一番最後の G を重ねて EST ですね。そして全部の中でと、ね、来るので of all、 こうなります。 Your back is the biggest of all。 Your back is the biggest of all。 では括弧にです。私たちの学校は市内で一番古い。主語は私たちの学校ですから Our school がまず最初に来ますね。 Our school is、 Our school is 一番古いですから The、 まあ字ですね、 The oldest、 で市内でですから特定の場所の中で in が来ます。 in our city。 Our school is the oldest in our city。 Our school is the oldest in our city。 このようになります。よろしいでしょうか。今回は最上級の練習問題、これを解いてみました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。